通に女にモテるっていうだけ。手前から教えるなって、やりたいこと、なりたいものと、そのなってやりたいことを明確に何なのかっていう会話をしてますかっていう話なんで、子供を教育する上で。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!みんなさ、僕いつも思うんだけど、親が必ず子供に言うことって、高校に行かないとろくな人間ならないよ、はいはい、大学行かないとろくな人間ならないよ、うん、大学に行って、まあ、高校に入って、一応大学に入って、いい大学に入って、そしたらいい会社でいい安定した仕事に就けるから、うん、じゃあそれに必要な大学ってどこ、うん、日本っていっぱい大学あるよね、はい、じゃあどこの大学まで行けばその言っているいい仕事に就けるわけ、まあ、多分ここでいい仕事っていうのがおそらく大企業であったりとか。じゃあその大企業っていうのは年収いくらの話してんの、いや低いと思いますよ、あの大企業入ってもそう。だからそこなんだよ、うん、だから僕はサラリーマンをやることがダメだとは思ってないし、うん、その 何の目的でその仕事をやるのかっていう話になった時に、それがやりたいことで、でやりたいことに対して見合ってる給料が出ててっていうんであれば、別に僕はそれでいいと思う、うん、だけどそのお母さんやお父さん、まあ、ご両親だよね、まあ、親が年収これぐらいないと生活は厳しいぞと、で年収ここまで与えてくれる会社っていうのはこの会社なんだとこのクラスの会社じゃないと年収そこまで出ないぞと、でこの年収になるまでには何年かかるぞと、うん、でこの会社最低ラインこのレベルの会社に入らないとこの年収にはならない上に、この会社に入るためにはこの学校に行かなきゃいけないんだよ、うん、この学校のレベルが最低レベルだ、うん、でこの大学に入るためには最低ここの高校には入んないといけないよっていう説明があるんだったら、子供は納得できると思うんだよ、うん、でしかもその親が求めていることに子供が、うん、自分も年収最低2000万ぐらいはないと生活できないなとかって思えればいいんだけど、あまりにも漠然としてて目の前からの説明なんだよ常に、いい頑張って勉強しないといい高校入れないよ、いい高校入れないといい大学入れないよ、いい大学入らないといい会社に勤められないよってすごい漠然、なんか言ったらいい高校に入るといい大学に入るっていう選択肢が、要は針状にウイルス状にたくさんこう出てるような感じ、選択肢がすごいたくさんあるような感じ、うんうん、でいい大学に入ると選択肢がすっごいたくさんあるところに自分がいて、選択肢がたくさんある方がいいと思ってる人たちが世の中の大半。その選択肢の方向がこう一定方向向いてるじゃないですか、基本就職っていうサラリーだけど、でもそれは僕が言いたいのは、就職することがダメなのか自営することがいいのかっていう話をすると、僕は別にそれはどっちでもいいわけ、うん、僕からすると、うん、誰かの下について働くことをサラリーマンっていうんだったら、ほとんどの人がサラリーマンだから、うん、でも選ぶ自由みたいのを与えるって、例えば学さんみたいにミュージシャンで生きていきたいっていう人が、例えば高校生で音楽にハマってそうなった人って、もうおそらく周り敵だらけですよね。敵っていうのは、お前そんなんで食えるわけないじゃないかから、うん、あのね、あの僕は何が言いたいかっていうと、その選択する自由を与えろっていうのはみんな自由だから、そもそもなるほど、やりたいことやれよって話なんだよ、うんうん、やりたいことやれよって話なんだけど、そもそもみんなやりたいことないんだよ、うんうん、明確にないんだよ。やりたいのは何ですか、なりたいのは何ですかっていうものが見えてなくて、それを高校に行きながら探しますっていうんだったら、僕はその高校生活っていうのは有意義になると思う、うん、高校生活の中でやりたいことを探す時間になるから、うんうん、そうですね、うん、でそれが高校生活の中で見つからなければ大学に行って探せばいいと思う、うん、で大学に行って自分がやりたいことはこうだって思うことで、それがその大学が必要であればその大学を卒業すればいいし、それ必要ないってことになるんだったらやめてその道に行けばいい、もしくは必要なところに行けばいいっていうことだと思うんだよ。ポイントは
何が言いたいかっていうと、その子供をね教育していく上で、親がいい高校に入りなさい、いい高校に入ったらいい大学に行きなさいっていう、その手前から後に行く考え方そのものが子供も全部伝染するんだよっていう話。うん、僕が言いたいのは何になりたいのか、うん、そこを話してますかって親が子供と、うんうんうん、お前は何になりたいのか、別にその夢はいくつあってもいい、うん、その時に例えばじゃあレーサーになりたい、ね、IT 企業の社長になりたい、自分で独立して立ち上げたい、もしくはプログラマーになりたい、別にそれは自営であろうが専門職であろうが技術職であろうが、うん、サラリーマンであろうが、それ別に何だっていいんだよ、うん、その一個一個挙げられた夢に、ここになるには、ここに、この自分がなりたいと思うここに行くにはこれが必要で、ここに行くにはこれが必要でっていう逆算の感覚を子どもたちに身につけさせていかないと、常に手前から奥に向かっていく考えじゃダメなんだよって話。だからミュージシャンになりたいじゃダメなんだよ。そうですね、ミュージシャンになりたいっていうんじゃなくて、ミュージシャンだって何すんのって話なんだよ。ミュージシャンになりたいって明日からなれるから、むしろ今からでもなれるから、楽器持って俺ミュージシャンです、もうミュージシャンだから、そうですね、ポーカープロになりたい、いやもう今日からポーカープロですよ、自分でプロって言ってんだからなるほどなるほど、ね、プログラマーになりたい、勉強するとなれるじゃん、でしょ、そこじゃないね、このもなりたいっていうの、僕のここなりたいものは何ですかっていう、ここは、なりたいとやりたいことがイコールじゃなきゃダメだって話なんだよ。なるほどなるほど。例えば IT 企業の社長になりたいって言った時に、その IT 企業の社長になりたい、じゃあ IT 企業の社長になって何すんのっていうのがあって、初めてこことここがあってなりたいものっていうのができて、ここがそれが明確に見えるから、今度この逆が見えてきて、なるほど、逆算してそう、で今の一番自分の近いところが見えて、その近いところをクリアしないと先に行けないっていうのが明確に分かるから、っていうだけの話なんだよ、手前から教えるなって、ああなるほど、やりたいこと、なりたいものと、そのなってやりたいことを明確に何なのかっていう会話をしてますかっていう話なんだよ、子供を教育する上で、なるほどなるほど。じゃあ特にそもそも、じゃあ教育、義務教育等々、学校でそういったものは選択肢等々を教える必要というのはなく、自分で描いてあれするものですかね。一番影響を本来受けるタイミングって、本当は幼稚園や小学校のタイミングで、親が子供に対して、自分のね子供がいる人たちは、親が子供に対して将来になりたいものを常に語るっていう環境が必要だとまず思う、何になるのか、何をしたいのかっていうことを、本当に日常会話の中で親と子供がそれができないと、そもそもその思考にならない。なるほどなるほど、だってほとんどは子供たちは学校にいる時間がメインで、学校にいる周りの人たちに感化されて同じようになるから、だから例えば親がそういう教育をした、いわゆるそのまあ僕も何人か仲間がいるけれども、いわゆるサラブレッドって呼ばれる人たち、言ったらまあ代々家が財閥だったりとか、まあその政治家系だったりとかって、もう明らかに違うんだよ、親が子供に教えてる教育が、常に何をするためにお前はいるのかっていうことを話してる、ああそうなんですね、話してる、例えばもうすでに家で事業やってる場合は、お前はこの事業をうちのこの一族を守るために何がお前は勉強しなきゃいけないかっていうことがもう分かってるんだよね、必要なものが、でそれを親は子供と話する、
でそんな人たちがたくさん集まってる学校に自分も行くとそのレベルになるから感化されて自分も同じレベルになるって話なんだよ。なるほどなるほどなるほど。じゃあそういう意味ではそういう人たちが集まってる学校に飛び込むっていうのはすごい人生的にはプラスな、プラス、ものすごく大きなプラス。なるほどなるほど。だからいい学校に行くっていうことがその単純に必要だっていうよりかはむしろそういう人たちが集まる学校を選んでいくべきだし、別にそれは専門学校でもあるし、言ったら私塾でもあるし、うん、なるほどなるほどなるほど。で人を選んで付き合わなきゃいけないっていうのはそういうことであって、うんうんうん、やっぱり人ってその周りの人たちに影響されて生きる、形成されていく生き物だから、うん、だから仲間を選ぶことによって自分がその感覚を得られるっていうのはすごく大切で、うんうん、何にも考えてない人たちの中にいると何にも考えなくなるし、うん、そうですね、うんうん、なるほどなるほどなるほど。ありがとうございます。ドロップアウトってする人たちいると思うんですけど、はい、あるタイミングから、まあ、サラリーマンやって途中から独立するっていうのもそうでしょうし、全然違うことでもあると思うんですけど、それまで積み上げてきたものをドロップアウトして、またもう完全にドロップアウトして新しいものに挑戦をするっていうことに対して、ガクさんってどうお考えですか？それはドロップアウトっていうのかな。新たな挑戦といえば挑戦だと思うんですけど、でもそれまでの例えば収入とかそういったものを引き継がずに全くゼロ一をもう、まあ、それこそあれですよね、それまでやってたものから違うものに全シフトみたいな、うん、僕は単純に自分のやろうとしている、これは僕がまず今から話すことは、何をやろうが何を積み重ねてこようが、その積み重ねてきたことは自分のやりたいことと、うん、要はなりたいも、なりたいこととやりたいことがセットになって初めて目的になるんだよね、うんうん、そこに向かって逆算してさっきから言ってるようにやらなきゃいけないことが目の前にあるっていう考え方、うん、ところが今ここに向かってた自分が、うん、こっちにここにこれに自分はなるって決めて、ここに向かってることがここに向かうわけだからこうじゃないわけだよね、うん、こう向かってて、ここからこっちに行くわけだよね、うん、そしたらここからここまで、この道筋の中でここまで行ったこと、これがこの積み重ねたことは確かにこのためにあるものだから、これは捨てなきゃいけないかもしれない、うん、だけどこれを惜しんでここまで行って、こっからここまで行ってってなったら、この距離は変わんないんだよ、うんうん、倍かかるよ、うん、そうですね、これをドロップアウトっていうの。うん、僕は単純に自分の方向が変わっただけ、道を乗り換えただけ。だって日常生活で、例えばタクシー乗るよね、はい、A 地点に最初に行こうと思った、ところが B に途中で行きたいと思った、 A に行ってから B に行く、うん、そうですよね、行かないですね、一緒じゃん、うん、もう一個、ここまで無駄になったから、ここまで向かってたけど、ここまでの道のりが無駄になるから、うん、とりあえず A 行こう、うん、行ってからもう一回 B 行く、うん、行かないよね。そうですね、うんうんうん、でもそのやりたいものとなりたいものっていう話のところちょうどすごいお伺いしたいんですけど、僕昔からやりたいことは常にいっぱいあるんですよ。特になりたいものってのもないんですね、まあ、強いて言うならやりたいことを全部できてる自分にはなりたいですけど、うん、それがなりたいことなんじゃないの、なりたい、なりたい人なんじゃないの。でもなんか学士さんの場合ってその、まあ、やりたいことはもちろんやるのは当然の上で、もう一個なこうであるべきなのか、なりたい自分っていうのも別軸で描いてるイメージがあって、例えば体型であったりとか生活水準であったりとか、なんかそのいや僕みたいにやりたいことだけあるのとは別にこうであるべきなのかなりたいなのかっていう、なんか同軸なんか別軸であるのかなと思ったんですけど、いやそれは付随するものだと僕は思って、やりたいことに付随してるってことですか。うん、やりたいことのために必要な体
なるほどなるほど。でその必要な体をキープしてるから普通に女にモテるっていうだけなるほどなるほど。でも別に女にモテたいからその体になってるって言われると、いや違う違うって、自分がやりたいことのためにこの体が必要で、この体をキープしてると勝手に女が寄ってくるっていう。でもそれを周りが見て、その体は僕の描いてる理想の体型なんですかみたいな風に言うけど、いや違う違うって、それは最低限必要な体のだけであって理想の体型ではないっていう。体型の話で言うとね、でも周りはそんなんだからモテますよねみたいな、っていう、だからその体型はなりたい体型みたいな風に言うかもしれないけど、いや違う違う、僕は趣味でこういうこともやりたい、こういうこともやりたい、こういうこともやりたい、それにはこの体型が必要で、この年でも動けるこの体型が必要だからなってる、So much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.